これはずるいわいつもありがとうございます。オスボンバー徳島のファンブギンです。本日もドッカンバトル、やっていくんですけども、今回はですね、ドッカンバトル公式ツイッターさんの方でですね、次回の、ドッカンフェスの先行公開、お乳キャラクターのですね先行公開、飛び交ってまいりましたんで、皆さんと一緒に見ていこうかなと思いますんで、ぜひね最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。ずるいずるいぞおい、30代後半の心くすぶるようなキャラクターはやめていただいてね。うん、まあ見ていきましょう。で、抱き合わせの、通常歌手さんキャラ、今回はっちゃんですね。はい、超速はっちゃんということで、少年編カテゴリーの130リーダーです。うん、でパッシブが、悟空にもらった名前、うん、自身のアタックとデンス 80% でダメージ軽減 20% ですね。で、名称に孫悟空少年機含むキャラが攻撃参加中の味方にいるとき、さらに自身のアタックとデンス 80%、ダメージ軽減 30%。で、攻撃を受けると5ターンの間自身の記録プラスだし、さらにアタックとデンス 80% 強いの。バトル開始が5ターン目以降、自身のダメージ軽減30% アップですね。で、HP 20% 以下で一度だけ HP 80% 回復って、お前最近のこの抱き合わせの通常ガシャさんキャラどうしたおい。なあ。通常ガシャさんキャラの方がレア感がすごいぞ。うん。で、必殺技、ハッチアタック。一旦アタック大幅上昇ですね。はい。まあ、そんなことで、フェスゲンか、お前。やめ。じゃあ、ね。うん、強いキャラ出ますよはええんやけど。おい、通常ガシャさんキャラぐらいはすんなり出ろよ。な。まあ、そんな感じで。で、続きまして、お目当ての、お目当てというか、目玉キャラの。で、性能見ていきましょう。はい、こちらですね。もうバトルカードね、見てごらんよ。やばない？孫悟空少年期。あ、名前は孫悟空少年期なんや。うん。体属性か。このバトルカードずるいだろう。もうほんなあかん。で、リーダースキル、気になるリーダースキルなんですけども、少年編、また少年少女ですね。で、また、あ、3つのカテゴリー？怒り爆発の170リーダーで、ドラゴンボール求めし者、または親友の絆でさらに 30% 200% リーダー。そうな。トリプルダブルのリーダースキル初やん。うん。で、パッシブスキル。自身のアタックと伝説 159% ね。で、必殺技発動でさらにアタックと伝説 59% ね。あ、やっぱり先手は、んって感じか。少年編また少年少女カテゴリー味方全員の気力プラスにアタックデンス。補正あんの？属性キダのうちランダムで1種類の二次キダの変化。で、取得キダは1個につきさらに自身のアタックとデンス 20%。あ、これ、悟空 GT の、あれだ、少年編版みたいなパッシブスキルですやん。だからパンチマシンで、うん、使えますね。で、会心の発動確率ダメージ軽減 7% 曲がるの。ダメージ軽減曲がるの？初期弾3個以上で、さらにディフェンスが上がる。初期弾は5個以上でかなり追加攻撃で高確率必殺が発動。初期弾は7個以上で味方全員の会心の発動がある。味方全員の、味方全員のダメージ軽減も上げてくるの？ちょっと待って。そうだろ。味方全員の、まあ、会心発動か、会心の確率は、いろんなキャラがあったんですけど、味方のダメージ軽減もつけてくれんの？めっちゃいい。なにこれ。俺スルーしようと思ったのに、やめてそんな。で、アクティブスキル怒りのカメハメハですね。バトル中自身が8回以上攻撃受けると発動可能。または HP59% 以下ので発動可能。1でアタック 800% アップはっちゃんが故にか。で、発動者ターン中 59% の確率で会心が発動。ということは、追撃寄りに潜在振った方がいいってことか。味方のダメージ軽減上げてくれるの、これ初ちゃいますの。7個以上でしょ。7個以上っていうのが結構難しい。まあでも、二次木玉変換してくれるから、木玉の通りは通りやすくなるから、7個は取れるのかね。うん。で、必殺技。一旦アタック大幅上昇の相手に超絶特大ダメージを与えますね。で、いろんなユニット技があると。で、パン GT の時と一緒か。いろんなキャラでユニットが、打てますよって感じですね。
ヤムチャ亀仙人、ウーロンかブルマかブルマバニーを含むキャラ攻撃参加中という時発動可能ですね。でそれの効果がいったアタック大幅上昇、アタック低下、ほうほうほう。でハッチャがおる場合はいったアタック超幅上昇のアタック低下。なるほどなるほど。ハッチャンと組み合わせた方がいいっていうことは、少年編で組んだ方がより火力は増すってことですね。うん。で二次木玉を通りやすくして、主食木玉7個以上で味方のダメージ軽減を上げつつ、自分自身のアタックも、ディフェンスも、まあ、上げていきつつ、ダメージ軽減も上げていきつつか。うん、なるほど。ということは7個以上を取ったらこのパッシブスキル全てが発動可能になるっていうことですよね。はあはあ、なるほどね。だから木玉変換系キャラと持っていくのもありか。なので孫悟空 GT、 フェスゲの孫悟空 GT と組み合わせても相性はいいっていう話になってくるよね。レッドゾーンでもパンチマシンでも使えるキャラか。あー、この世界同時キャンペーンから始められた人には美味しいバトルカードではなかろうかと私は、うん、思うんですけども、皆さんいかがですか。これどうします、皆さん引きます。いやー、これでも30代後半の方、これくすぶるでしょ、この絵。これずるいなどうしようかな、こっそー。あー、そうな。まあ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 。ちょっとまあ考えますわ。引くか引くか。ああ、でもスルーがいいかな。うん。当たったところでね、あんま少年、少女、少年編は使わないな。うん。いや、まあ、あれですね。特も核にも。言い方合ってたどっちにしろ、まあ、楽しみですわ。というところで、ちょっと短い動画で、ございましたけども、いかがだったでしょうか。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。